さき、さきマイナスさき、さきマイナスの登場人物さき、さきマイナスの登場人物では、小林立の漫画作品、さき、さきマイナス及び、それを原作とした、ドラマ CD テレビアニメゲームの登場人物について、解説する。担当声優は、中期のない限り、テレビアニメ版、ゲーム、さきさきポータブルに、俳優は実写テレビドラマ、映画版に準ずるものとする。また、 誕生日については、原作公式ガイドブック、サキサキラブジャンマホちゃんの必殺技完成、サキサキアチガ編、エピソードオブサイド、A アニメ BD 封入特典、プロマージャン宣伝カード及び、作者のホームページ内のキャラクター誕生日、新長一覧での記載内容をもとにした。なお、作中で登場する架空の高校名は、清澄高校を除いて、その都道府県に実在する。 自治体内の地名、施設、名所などから名付けられている。読み方は、清澄。麻雀では、無名の公立高校。それゆえに、長野県内では麻雀に、本格的に取り組もうと考える生徒は、風越女子高校をはじめとした、強豪校に進むことが多いため、麻雀部員は、不足気味であり、竹井久志が入学した頃は、廃部寸前の状態だった。主人公である、 1> 新一年生の宮長先の入部により女子は団体戦に出場することが可能になった。インターハイ県予選団体戦決勝では、龍門淵高校、風越女子、鶴ヶ学園と対戦。龍門淵高校に逆転で勝利し、インターハイへの出場を決めた。読み方は、龍門淵。もともと県内競合であった、既存のマージャン部を昨年に、 龍門淵ール家の率いる新生マージャン部員が締め出し、現在のマージャン部が結成した。制服は存在するが私服制度の学校であり、制服のデザインも自由に変えることができる。前年度のインターハイ県予選団体戦では、メンバー全員が1年生でありながら当時県内、最強だった風越女子を圧倒し、優勝を成し遂げ、インターハイでも怒涛の快進撃を続けたが、 準決勝副賞戦で、臨海女子により、他校が飛ばされ対象である甘え衣に回ることなく、敗退となった。今年も全く同じメンバーで、団体戦に出場。県予選優勝候補であったが、決勝で成長高校に敗れ2位になり、インターハイ出場を逃す。トールカが、衣のために、各所から人員を寄せ集めて結成したチームであるが、トールカを含む全員が、 衣は友達であり、家族であるという思いで衣と接しており、固い絆で結ばれている。県予選で敗退しても、なお、全国での評価は高い。あちが編では、あちが女子学院の強化遠征に応じており、あちがメンバーが遠征した7校の中で唯一、彼女たちに勝利している。読み方は、風越し。前年度は、龍門淵高校の台頭により、 インターハイ県予選団体戦2位に終わったものの、一昨年まで6年間連続で優勝しており、連続年度優勝記録を打ち立てた長野県内でも、屈指の強豪校。今年は連続優勝記録を絶やした、汚名返上に期待がかかっていたが、県予選決勝で4位となり、インターハイ出場を逃す。部員80名を要し、独特の校内ランキング制度を持っている。読み方は、 鶴が、2年前に創部されたばかりの無名校。インターハイ県予選1ヶ月前まで団体戦に出場するメンバーが足りなかったが、部員勧誘に励んだかいあって、無事出場を果たし決勝まで登り詰める。しかし決勝では3位となり、インターハイに出場することはできなかった。読み方は、高と小原。原村和と片岡祐樹の母校。 福岡の新道寺女子高校に進学した花田校もここの出身である。一年前の原村和と片岡優希が在籍していた当時は夢の魔法、室橋優子と共に全国中学生マージャン大会の県予選に出場。団体戦では初戦で敗退したが個人戦では和が突破し優勝まで勝ち進んだ。読み方はあちが。本編のスピンオフ作品。 先々あちが編、エピソードオブサイド A の舞台となる奈良県の代表校。所在地は地名に同じ吉野地域。中高一貫教育の女子校で、かつて原村和が中東部に在籍していた。麻雀部は廃部となっていたが、インターミドル個人戦で優勝した和の活躍を見た、かつての旧友たちが奮起して、あちが女子学院麻雀同好会を結成。その後、 部員を5人揃えて、マージャン部を復活させた。インターハイ県予選で、競合校を下して、全国大会に出場。全国大会は1回戦を勝ち抜き、2回戦を2位で通過、準決勝を1位で通過し決勝に進出した。あちがのキャラクターは全員ドラマ CD とアニメ版が共通キャスト。読み方は、万世。奈良県屈指のマージャン競合校として知られ。 全国出場を逃したのは40年の中で、赤土晴れが在籍していたあちが女子に阻止された一度のみで、それ以降9年連続全国出場している。このため、奈良県で麻雀を重視する場合は、晩生高校に進学することが多い。しかし、10連覇がかかった奈良県大会の第1回戦で、麻雀部が復活したばかりのあちが女子と対戦するも、敗北を喫した。当初は、 新しい憧れも入学する予定であったが、結局は、あちが女子に入学することを選択した。また、偏差値7 0の進学校でもある。男女共学。アニメでは、去年の秋季近畿大会の準決勝で、千里山女子高校、剣谷高校、数深氏と対戦していたことが明らかになった。赤土春絵が開いた麻雀教室。 あちが女子学院のマージャン部部室で行われていた。ハレーに実業団からスカウトの話が持ち上がったために解散となった。高鴨もの新しい憧れ、小実現、そして成長高校の原村はも、当クラブの元メンバーである。改装シーンや、先日よりでは、マージャン教室のみならず、ハレーや子供たちが遊んだりしている描写もある。下記の7人は、 子供マージャクラブの元メンバーで全国大会ではあちが子供応援団として吉野からテレビ中継であちがメンバーを応援している。学年は左から子供マージャクラブ時インターハイ時で表記している。読み方は白糸台。西東京地区の代表校3年連続インターハイ代表全国大会に連覇中で今年は史上初の3連覇がかかっている。 二軍ですら県代表クラスの実力を持つと言われているが、下記の五人で構成される一軍はチーム虎姫と呼ばれ、他校とは別格の強さからインターハイ史上最強のチームとの呼び声もある。ただしレギュラーメンバーの選出は、学内の複数のチームで対抗試合を行い勝ったチームがレギュラーとなる方式を採用しており、チーム虎姫全員が、 必ずしも学内トップ子というわけではない。学内の各チームにはコンセプトがあり、チーム虎姫は攻撃に特化した選手を集めたチームである。全国ランキング1位、インターハイ第一シード。インターハイ団体2回戦を1位で通過し、準決勝で、あちが女子学院、千里山女子高校、新道寺女子高校と対戦し、一時は4位まで落ち込むが最終オーラスで、 泡が上がり2位で決勝進出を決める。読み方は臨海。16年連続東東京地区代表。5人中4人が留学生で構成されたチーム。前年度までは全員留学生で構成されたチームだったが、ルール改正で先方に留学生をオーダーすることができなくなったため、1人だけ日本人が加わっている。全国ランキングは不明だが、インターハイでは、 第2シード。読み方は昭安団体戦西東京地区予選で白井都大に敗れ、インターハイ出場を逃した。読み方は姫松。南大阪地区インターハイ代表校。春季大会5位。全国で5市に入る競合で、ノーシードなのがおかしいと言われ、インターハイの抽選会では、どこに入るのか注目を集めた。インターハイ1回戦を勝ち抜き、 二回戦で、成長高校、英水女子高校、宮森女子高校と対戦。二位抜けで、準決勝行きを果たす。全国常連校では、比較的珍しい、中堅にエースを据える伝統がある。読み方は、千里山。関西最強と評され、プロジャン氏も数多く輩出している、名門校。激戦区の北大阪地区を11年連続で制し 過去35回インターハイに出場している。全国ランキング2位。インターハイ第4シード。全国大会2回戦では、あちが女子学院、越が谷女子、剣谷高校と対戦。あちがメンバーとは、インターハイに向かう、道中の浜名湖サービスエリアに手偶然で会っている。なお、選手たちは、アニメ放送当時担当声優の所属事務所が同じで、船久保以外は、 八ヶ編の OP を担当したスタイリップスの当時のメンバーでもある。読み方は三ヶ巻。団体戦北大阪地区予選では千里山に総合力で及ばず地区2位に終わる。読み方はス水。2年連続で鹿児島県代表。全員が巫女小族を着ている。また熊代小牧は本家他のメンバーはその分家の出である。 しかし去年のインターハイでは、巫女ではない普通の学生もチームに参加していた。インターハイでは、第3シードで成長高校と同じブロック。団体戦における勝ちパターンは、小牧と薄墨初美が点を稼いで、石戸霞がシャットアウトするスタイル。第2回戦では、強敵の出現と小牧の髪下ろしを決勝に向けて、調整していたために点数を伸ばすことができずに3位で、 敗退。試合後、個人戦まで時間が空いたために、メンバーと宮守女子のメンバーと海水浴に行くことになった。読み方は、九州石山。団体戦では、昨年に続き A 水女子に敗北している。読み方は、宮森。岩手県代表の女子高校。メンバー全員が3年生。最初は、小瀬川、白身、四角るみ 薄沢菜の3人しかいなかったが、熊倉都市が連れてきた姉大豊恩と白身についてきたエースリンウィッシュアートが加わり、大会に参加できるようになった。昨年個人戦6位の選手を要する沖縄県の代表校を破り2回戦に進出。結果は4位で準決勝に進むことが叶なわなかった。後にサインを持ってきた熊代小牧たちと空いた時間に海水浴に行くことになった。 読み方は、新道寺。福岡県代表の女子高校。北部九州で最強と言われている。近年は、成績が振るわず、今年度のインターハイでは、強い選手を、後ろから順に並べる方針を取る。準決勝で、あちが女子学院、千里山女子高校、白井戸大高校と対戦。読み方は、薄山。南北海道の代表校、清澄高校と並ぶ。 準決勝まで残った、もう一つの初出場校。随原流行りからは一番戦いたくないチームと評される。読み方は、越谷。埼玉県代表の女子高校。過去4回初戦敗退の過去を持ち今年は、悲願の2回戦進出を果たした。全国大会2回戦で、あちが女子学院、千里山女子高校、剣谷高校と対戦。読み方は、ケンタニ。 兵庫県の代表校、お嬢様校らしく部員全員がお金持ちである。全国屈指の激戦区兵庫県を勝ち抜き初戦で、茨城と静岡の代表校を圧倒した。今でこそ大会登録のために便宜上麻雀部を名乗っている。ものの12年前まで茶道部だったこともあり、部員たちは麻雀以外にも茶道も足しなんでいる。全国大会2回戦で、あちが女子学院。 千里山女子高校、腰ヶ谷女子と対戦。千里山とは、去年秋の近畿大会でも対戦している。本編、あちが編にも登場する人物については、各人物の記述を参照。主人公たち宇うちょう小学校、中学校万元中学校その他子も、沢中学校ひれぶり中学校姫源中学校。ありがとうございます。